はい、こんにちは。即可塾の暗号通貨ニュースでございます。なんとなくね、コインマーケットギャップをだらだらと眺めながら気づきを喋ってみようかと思いますえ。今日は1月15日、時間は朝6時20分です。ビットコインが大暴落して350万前後まで行ったんですけども、大暴落っても、ね、350万でも結構ね、えー、高い値段だと思いますけどもね。で、現在は400万円台を回復してきて、まあ元通りね、これから400万から500万を狙うのかなっていうところが、 あビットコインの、まあ、立ち位置なんですけどもそれに引き続くイーサリアムですねこれ一時期14万ほど行ったんですけど今は12万円ちょっとで、えー、推移してるってことでイーサリアムもねあの1万5000とか2万円の時に仕込んだ方ってのは今ウハウハなんじゃないかなと思います結構ねイーサリアムって値段が下がらないのかなと思ってたんですけどもガクッと下がりましたからねあの時にあの価格で底値だと思って買える人っていうのはもう投資のセンスが結構あるなと思います 私もね、ちょっと買いましたんで、えー、今、結構いい感じで、イーサリアムがね、えー、まあまあ、ちょびっと、まあ年収ぐらいは作ってくれてるかなってことですよね。だからね、やっぱこう、余剰資金があった時に、たまたま、あ安値をつけていたってのはラッキーですよね。その暗号通貨ってのが、もう皆さんもご覧のようにね、草コインですら、今目立たないけども、消滅はしてないわけですよ。あのー、スピンドルってのも未だにありますしね、ノアコインってのもなんか未だにあるんですよね。そう考えると、なくなりはしないと。 ただ、もう0円同然で、よち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 してるだけみたいな、あの、そういった通貨あるんですけども、そうなるとコインマーケットキャップの上位に乗ったものが、さすがにね、ランキングで30位とか40位になることはあっても、じゃあ、100位圏外、 弾き飛ばされるかっっったらまあちょっと考えにくいですよね根強いファンがいて投資家さんがそこにいるわけですからそういうことでイーサリアムもやっぱり2位につけてくれたかなってことでございます3着にあるのは XRP と入れ替わってテザーになってきてます USDT っていうのは昔からねあのステーブルコインとして有名なコインなんでここまで上がってきたのはちょっとイライラ意外だったんですけどもねまあこれからはそうはいかないんじゃないですかテザーもこれからじりじりと価格を下げると思いますよ で問題のが4位につけております、えー、結局日本の金融庁は有価証券じゃないよとこれはちゃんとこれからも使っていくんだよということを言われていたのかな、まあ、ですんで国によって対応が違うなというところですね。 このままアメリカでこじれてくると、アメリカの大手取引所は XRP を使わなくなってくると。日本の取引所は相変わらず使うようになってきて、まあ、日本オンリーの XRP になるのかなと思うんですよね。まあ、そうなると、まあ、ブリッジ通貨としてね、国際送金を手助けする役割は、どん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 終えていって、日本国内だけで、なぜかね、あの、金とか銀みたいに、 投資のの商品としてししててかか使われれななくなってくっるのかもしれません。どうなるんでしょうね、まあ。とりあえず30円台を回復したんでこれから40円50円に向かってくれないかなと棒と思いますけども向かうような要素は特にありませんテクニカルでこれからも上がっていくに違いないと思ってるだけなんでねはい次ですけどもポルカドットっていうのがありますこれ私を知らないんで飛ばしますね、えー、ライトコインはもうこれも老舗中の老舗ですよねライトコインなのかリスクなのかってことで私はずっと天日にかけてきてリスクの方でしばらくねえー 投資を続けていたんですけどもいややるべきはライトコインだったのかってことですよねライトコインの魅力にはちょっと私気づけませんでしたそこまでだから詳しくないですよライトコインまあ、ライトコインもねなんか XRP と同じぐらいの根強いファンがいて堅調にこうやって順位を上げてきたものですけどもね カルドのエーダー以上に今、ライトコインの方が生けてるっていうのはこれまた意外だなと思います。次、7位のビットコインキャッシュなんですけどもあ、一時期ね、ビットコインがなくなってビットコインキャッシュがビットコインと呼ばれるようになるんではないかなってことがありましたけども、まあ、それも今は昔、2017年の昔話でございます。まあ、ビットコインキャッシュってのは一体何に使われるのか私もよくわかんないんですけども、まあ、あの、あれしょ、ビットコインから派生して送金を助けるためのトランザクションがどうこうとか言ってましたよね。うん いや、ビットコインキャッシュね、実は私よく知らないんですよ。ビットコインの機能は大体入ったんですけども、ビットコインキャッシュが、まあ、果たしてハードフォークする必要があったのかどうかって未だに謎で、どの辺に、えー、そのきっかけがあったのかなってことね、わかる方がいたらちょっと教えていただければと思います。何を聞いてもあんまり納得できなくってね。でもやっぱり、これほど大きな分裂をして両方とも値段が上がってるってことは、やっぱ大きな意味があったんでしょうね。 はい次がカラダノのエーダでございます今日はこのぐらいにしときましょうかねカルダノのエーダーは31円台に回復してきて32円33円のあたりはまたウロウロするんじゃないかなと思いますね一時期は1ドルを超えるようなね150円ぐらいの金額つけてくれたんでまだまだあそれから比べると5分の1ぐらいですから伸びしろあるのかなとテクニカル的には考えておりますそしてこのエーダなんですけどもプレセールで買われた方本当に今ねエーダ戻しって言ってプレセールで買った方に値上がりして、えー、まあ決済した後にもう一回カのダノを買いに来るっていうね この20円30円で買いに来るっていうふなそんなペースもありましたね、うん、こうやって暗号通貨見てみるとなんかこう楽しいですねいや私楽しいと思うんですよ体のちょっと見てみましょうか、うん、ここまで上がったわけですよねこっちの方へで3ヶ月を見てみるとまあ堅調に上がっているかなって,ってことこですよね1ヶ月 右肩上がりですね。一日の中での寝動きもあると。うん。これからね、体の、もっともっと、儲かるつうかなってほしいですね。これはね、やっぱりね、30億人の身分保証もない人に、あの、お財布を持たせたいっていう、そういう風なね、チャールズ・ホースキンソンさんの思いから来てるんで、そ人道的な意味でも体のにね、私は、ちょっと貢献したいなと思っております。じゃあ今日は以上でいいですかね。はい、ありがとうございました。